石垣市消防本部の消防出初め式が通常通り開催されるのは3年ぶりで、多くの市民が観覧に訪れました。消防車両のパレードや、去年発足した少年消防クラブの入場行進に続いて、県内で唯一行われているはしご乗りが披露され、高さおよそ6メートルのはしごの上で、女性を含む消防団員3人が日頃の鍛錬の成果を見せました。式の最後は音楽に合わせて一斉にカラー放水が行われ、消防関係者などが今年の災害ゼロを祈願しました。